こんばんは。こんばんは。2月23日午後4時になりました。今日の松代なんですけども、暖かかったですね。12度、さっき二本松さんで13度とか言ったよね。一度違いでね。私リアルにね、11度ぐらいだったかな。まあいいやね。先ほど帰りましてね、あれ夕刊見たんですけど、今日の夕刊トップ記事にね、御嶽のスキー場でね、なんか、今月26日にね、あそこ開業、なんじゃ開業じゃねえ、営業開始するってことでね、その営業開始に備えて、なんかその噴火を想定した避難誘導と救助訓練やったということでね、安全確保のためのいろいろな手順を確保したということで、出ておりました。で、県警とかね、消防、それからスキー場関係者110人ぐらいがなんか参加したそうですね。で、またその次にですね、またその26日に開業して、で27日で、お客さん、スキー客も含めたなんかその避難誘導の訓練もするということでね、想定するそうです。私もね、若い頃にはね、もう休みのたびにね、スキー場をスキーに行ったんですけどね、まあ今も若いですけどね、もうちょっと若い時にはね、今若いつもりですよ。ということでね、若い頃はね、本当に多い時で20回ぐらい、1シーズンに20回ぐらいスキー行きましたね。そうなんですよ。まあやっぱり安心安全のね、スキー場でありたいということでいいですね。避難訓練としたいということで、トップ記事出ておりました。はい、ということで今日はね、東荒町じゃねえやな、荒町にお住まいの、はい、宮崎忠一さんにおいでいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんばんは、はい、宮崎です。よろしくお願いいたします。皆さん、ところでね、はい、このテーマなんですけどね、松代の活性化についてということなんですけども、はい、どうしてその活性化ということでお考えになったの？はい、今ね、私、この松代へ来て4年目なんですが、はいはい、ちょっと他の町よりちょっと活気がないなと思いまして、もっと、もう少し活気があるような町にしたいと思いまして、テーマを考えました。なんか3つ考えてるところなんですが、何ですか3つって何ですか？はい、挨拶運動、挨拶運動、はい、それに付随して歴史の町を紹介したいと、はい、で1つ目ね、はい、2つ目は、ね、駐車場の確保、2つ目、はい、やはりか、はい、3つ目は道路の拡充、あるいは拡張、なるほど、整備をしたい。なるほど、はい、はい、分かりました。じゃあまず具体的にね、はい、1つ目の挨拶運動っていうのはどうですか？具体的にはどんなお話なんですか？はい、やはりね、人と人の輪を保つには、はい、知らない人同士でも、おはようございます、道も歩いていっても、こんにちは、顔が合えば、おやすみなさい、自然に人同士が触れ合えれば町全体が和やかになるんではないかなと。挨拶からもう小さい子供さんからお年寄りまで挨拶して町を和やかにしていこうか、そう思います。やっぱり大きな声でね、はい、おはようございますなんて言えば気分いいよね。はい、ね、やっぱりね、やっぱり挨拶か、挨拶です。はい、特に挨拶については具体的にはいいですか？それでいいですか？ええ、はい、まずそれが基本だと思いますので。はい、分かりました。それでは2つ目の駐車場、はい、駐車場につ、ついてなんですが、はい、今の駐車場はちょっと少ないなと思います。はい、それで歴史的な建造物が多いんで、やはり観光バスをもっと観光お客さんをやっぱり知りこう見ていただくには、やはり駐車場が、バスで来ていただいて駐車場をもっと増やさなければならない。具体的に何かありますか、お話は？はい、特に、そうですね、今真っ白の駅のところがだいぶ広くなったんですが、このもっと町へ行くにはやはりちょっと遠いから、この今ある師匠さんのとこを駐車場にしていただくような考えがあるんですが、あとあれか、宝物館の辺か、宝物館の辺、はい、できたらスペースを設けていただきたいと
思います。なるほどね、はあ、これ写真持ってきてもらったんですけど、これがあれですか、はい、具体的な、これは、私ね、この町の、象山東駐車場を、あ、これ象山東駐車場ですね、はい、はあ、写真にしましたんですが、これみんな同じとこですか、みんな、4枚とも同じなんです。角度が違う、はい、これはどう、場所が同じなんですけど、ちょっと広いもんで一面に収まらないんで、それは上側から撮りました。あ、南側ってことか、はい、はい、南側から、はい、どこですか、これはね、はい、正面、正面っていうと西側から撮ったのか、はい、そうです。じゃあこれは、これはね、若干下側なんです、北側から、はい、北側から撮りました。お、はい、これはそれは正面ですね。お、正面っていうと、はい、西、同じか西、やっぱりそうか、はい、西から間口の正面あたりなんですが、はい、あ、分かりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、次に道路、はい、道路どうなんですか、道路、道路についてはですね、整備する必要があるんじゃないかなと思います、また拡張をしなければ、今の現状ですと、観光バスのすれ違いはやっとぐらいで、お客さんをこの招き入れるにはちょっと狭いなと。なるほど、はい、将来10年後 後にはずっとこのつながる道は予定はあるんですが、やはり今の道路を生かしたい、広げて、従来の道路を広げたい気持ちはあるんですよ、なるほど、はい、あと具体的にどうか考えありますか、はい、具体的な考え、あのね、今のセブンイレブンさんのある件が、観光バスがね、万が一すれ違いするような場所はね、やっとなんですよ、ですからもっとその場所とか、を広げていただきたいと。あと象山神社の手前の辺ね。はい、象山神社、はい、はい、狭いです、あの辺も克服していただければありがたいなと、希望いたします。なるほど、はい、水田さんやる、やんねな、いやー、私やるとしたらね、真っ白を最高にやりたいです、やっちゃう、はい、やりたい、市会議員出る、はい、市会議員出させていただいたならば、真っ白の街をもっともっとよく、また篠ノ井もこの力入ってんねこのね、西川より南をもっともっと良くしたいと思います。あ、そう、はい、分かりました。これ写真あるけども、はい、この写真はあれ、松代じゃないね、これ、あのね、これは西川南部の方、北部の方から、稲里の辺を撮りました。はい、これみんな同じ場所、私ね、気に入ってる新興住宅地で、最近、去年、一昨年この道路が開けて、はい、どこがいいんですか、あのね、道路がまず広い、それから歩道が両側に、はい、整備されてる、はい、両側にある、両側にあります、あります、これ両側に映ってるの、はい、これは両側じゃないですよ、ね、片側か、はい、片側です。でこれか、両側映ってるから、両側映ってるのがそれ、これそれは、ね、中央から、はい、これは両側から、両側に歩道があるのかな、はい、両側に歩道があります、1メートルの、でこれもそう、はい、それは、向かって右側の歩道を取りました。ああ、なるほどね、はい、やっぱり松代もこのような位置がいいと。そうですね、そうすれば歩道があるし、はい、バス、観光バスも全部、はい、ゆっくりと、ゆっくりと、はい、すれ違いができると、できます、はい、感覚も減ると、はい、活性化すると、活性化します、いいこと、はい、なるほどね、あとその今の3つ以外にもなんかいろいろ考えてみたいじゃないですか、はい、ええ、なんか他にはどんなことを考えてるんです、あのですね、文化財とかに考えてるんですか、はい、文化財を考えています、で真っ白の、ね、文化財はもう昔から歴史の街でありますから、もっと見ていただきたい、観光さんをもう呼んでももっと真っ白の街のを活性化したいと思います。文部学校、はい、まず真田宝物館の界隈ということで、真っ白文部学校さん
今工事中だね今。はい、工事中であるんです。最近行ってねえけども、あの文学城は終わったんかな、工事。文学城終わった、今文学城やってるんだよね。あ、文学城今工事してるんだね、はい、うんうん、はい。やっぱりあの文部学校ということで、うん、教育を熱心に機関としてやられたようでございます、うんうん、はい。あとは真田邸、うん、四方に囲まれた屋敷が九代主藩主の、うん、はい、真田幸典によって作られた。そうだよね、はい。これもあの真田邸戦も見どころがあるんじゃないかなと思います。いや、あそこ広いね。広いですよ。あそこはどのぐらいあるんだっけな。相当広いですよ。8000平米か。8000平米、約2500坪か。そうですか、ね。あそこね、私も昔何回か行ったことあるけども、あの一周すればくたびれちゃうね、あれね広くて、ね、はい、庭から中もあれすごいあるでしょ、はい、建物だって250坪あるんだよね、はい、250坪で、はい、大きいですよね、33部屋かな、さあ、ね、すごい、端から見たらほんとくたびれちゃうね。素晴らしい、あ、くたびれちゃって言っちゃいけないね素晴らしい素晴らしい、はい、素晴らしい建物ですね、はい、はい、次はどこですか。白井家、表門、文学校の前にある、ね、はい、はい、善光寺大地震の1年前にできたこと、左右に、土門の板書や、敷壁を用いて長屋の形式ですと、うん、これが門、間口はこれ20メーターからあるそうですよ。実際には測ってないんですが、こう広い間口で門でございます。あそこでいろいろね、お茶とか梅干しとかね、サービスしてくれていいやね、あそこね、本当に癒しの場ですね。ね、あそこいいや、本当に、はい、はい。あとは、真田勧誘亭、勧誘亭、はい、はい、花の丸から移転されたことも伝えられる真田薬医門が、うん、この勧誘亭が、勧誘亭さんがいいんじゃないかなと。なるほどね、はい。あとは池田正夫美術館、はい、池田正夫美術館さんですが、映画監督および版画家、それから彫刻家でもあり、マルチアーチェットさんでもありました、ね、はい、はい、はい、ありました、はい。あとまあだな、その本家本元の宝物館、はい、あそこもいろいろね、もう四季折々にあれ展示会してて大変だったんですよね、はい、いっぱいいろいろいいものね展示して、あの戦国時代から400年というこの真田家の宝物されたのが数々がありますから、はい、うん、はい。あとは造山神社、はい、造山神社の周辺ということで、造、ね、山神社、これは知恵の神、うん、学問の神として信頼を集め、入学祈願、合格祈願で今も参拝者が多いということです、ね、え、私もね、去年、今年は、元旦には行かなかったんですが、去年一昨年と、元旦に、うん、もっと頭が良くなるようにと、うん、言ったけど、はい、言ったけど、もう手遅れだっていうふうな神さんの、はい、神さんのお告げあった？お告げがね、ありそうで、これ以上良くならねえぞと。あ、なるほど、はい、私もそうですね。いやいや、じゃあお賽銭が少ないんじゃないの？そうかもしれないですね、うん、もっと上げれば良くなるかな。やっぱね、はい、あのお札じゃなきゃダメだよ。そうですか、チャリチャリんだ、うんうん、もっと55円、55円があるように55円投げたんですが、ダメですか、うん、お札でやんなきゃ。いやー、5500円、うん、じゃあ来年の元旦は5500円にします、うん、私。さすがに、はい、ありがとうございます、はい、はい、ということで、あとはあの武家屋敷、もうね時間もなくなっちゃったんだけども、はい、武家屋敷もあるらしいよね、はい、なんか武家屋敷 ね、武家屋敷も何整備すればいいの、はい、武家屋敷はね、うん、旧横田亭さん、あれ有名だよね一番ね、はい、はい、あの富岡日記書いたあの和田英さんの実家だよね、はい、あそこね、すごい素晴らしい。あ、俺が喋っちゃいけないんだな横田亭 さんとか道路を面した、まあ、長屋門を、中庭がまた広く、そうですね、はい、式台や、まあ、これもやはり
素晴らしいなと思います。 あと山寺定山邸ね、はい、これは素晴らしいよね。定山邸、はい、定山邸ね、あそこ広くてね、はい、城下のね代表的な門っていう、あ、はい、あの池もいいね、はい、はい、池もいいです、ね、もうそろそろ、ね、時間だって言ってるんでね、はい、ということで、はい、すいません、なんか中途半端で申し訳ないんだけど、はい、皆さんその松代ね、はい、さっきもねお話冒頭していただいたんだけども、はい、松代を活性化するためにね、はい、皆さんお考え、全体的にこうすればいい、パッと一言で言ったらどう、はい、もっとね、うん、次世代につなぐ、うん、つなぐ町に、ね、みんなの力で盛り上げていきたい、うん、宮坂さんも俺も含めて、はい、はい、みんなの力でもっともっと観光客様が来るように、うん、どうすればいい、俺は、はい、すみませんね、はい、やはりね、はい、コマーシャルです、コマーシャルね、はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、わかりました、今日はお忙しいところありがとうございました、どうもありがとうございました。ということでありがとうございました。はい、ご苦労さまでした。どうも。ありがとうございました。はい。はい、じゃあお知らせ。お知らせね。はい。はい、お知らせはですね。はい、これがですね。はい。まちづくりシンポジウム2015、うん、ね。2月28日土曜日、はい、松代商工会議所の2階でね。おお。1時から行います。うん、はい。ぜひね。ちょっと参加料1000円いただくんですけども、そうですね、2時パネリストがね、6人ほどいましてね、あ、5人か、5人いてね、うん、その人たちで一応話をしていただく、その後、でパネルディスカッションを行うと、あ、その結構出演者、ね、出演者、別の出演者、あ、別で、うん、ちょっとね、基調講演の方じゃなくて、うん、あ、別の方、またね、はい、現在ね、活動している人、実際に動いている人、私はちょっと残念ながら、あ、残念ながら出ない、はい、ちょっと出ませんね、はい、それぜひ参加いただきたい、わ、はい、かりました。それからもう一つ、はい、もう一つ、3月1日から、はい、まあこの間ねやりましたね、流し日なね、そうですね。これ3月1日、はい、それから同じ3月1日ですけどね、うん、これ長谷川正道、生誕200年ということで、これまた講演会、真っ白師匠の2階でね、うん、これ行われますんで、なるほど、午後2時からやりますんで、うん、ぜひまた参加いただければなというのもいろいろ盛りだくさんだ、盛りだくさんでちょっとね大変なんだけども、皆さんどこ行っていいかわからない、もうみんな行くようにしたいなと思うんだけど、ちょっと大変なんで、体一つでね、はい、そうそう、そういうことです、はい、はい、さあ、ということ で、ですね、はい、来週の予定ですね、はい、またこれね、はい、西澤さんにね、うん、やってもらいます。おまた畑新蔵さんと、あ、畑、はい、さんね、吉田松陰と佐久間家の関係パート2ということでね、引き続いてやっていただく、先日もやってもらったんですね、あ、そうそうそう、だからそれで、ね、その続きか、その続き、あ、まだね、聞き足りないって、あ、なるほど、いいですね、そんなんでちょっとやっていただくっていう話になりました。そうですか、はい、またちょっとお楽しみにしていただければ、はい、と思います、はい、はい、よろしくお願いします。本当楽しみで、そう、続きね、いいね、あ、はい、みんながね、新庄さんから聞いてるっていうのはいい、いいですね、うん、はい、そういうことで、ということで、はい、来週のしゃべくり街をどうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。